大学を取り巻く環境は大きく変わった。さまざまな社会課題が進行する今、大学の役割が問われている。テクノロジーは日々進化し、教育の在り方も急速に変わっていく。変革の時代にこそ北海道大学が果たすべき役割がある。このように本学は他に類を見ない比類なき大学という明確なアイデンティティを持っております。社会と世界にとってなくてはならない存在であり続けるための Be Ambitious の精神を胸に、北海道の豊かな自然とともに挑戦を続ける。150年の歴史と知識を礎に、世界と連携しながら未来の学問の可能性を切り開く。研究の最前線で力を尽くす人々と共に、社会の未来を支える。最新の知識、未来の発見、そこから新たな解決策を共に見つけ、持続可能な社会を共に作り上げていく。北海道大学総長の法金清弘です。本学の教育、研究、そして社会競争に関する取り組みに対しまして、日頃より多大なるご理解とご支援を賜り、心から御礼申し上げます。本学は2024年11月を目途といたしまして、北海道大学にとって初の再建となります北大アンビシャス祭の発行を目指しております。またこの大学祭はですね、社会と地球環境の両面への貢献を目指す国立大学法人初のサステナビリティブルーボンドとしての発行を目指しております。本日はこれに関しまして、本学のこれまでの歩み、そしてこれからの取り組みに関しまして皆様にお話をさせていただきます。ご存知の方も多いと思いますが、今回の再建の名称となっておりますアンビシャスは、本学の礎を築きましたウィリアム・S・クラーク博士が日本を去る際に残した Always be ambitious like this old man という言葉に由来しております。クラーク先生は今から約150年前の1876年に学長を務めていましたマサチューセッツ農科大学を休職いたしまして、当時はですね、おそらく極東の本当に小国に過ぎなかった日本、しかもその最北の地である北海道に来られ、本学の前身である札幌農学校の初代教頭、これ実質的な学長でございますが、学長を務めていただきました。日本に滞在した8ヶ月半でクラーク先生は学生たちに大変大きな刺激を与えました。そしてですね、彼がまさに身をもって示した生涯をかけて世界社会課題の解決を目指す、このチャレンジ精神、これを脈々と本学に受け継がれ現在に至っております。加えて札幌農学校では今日においても極めて先進的な幅広い一般教育を意味しますリベラルアーツ教育が行われ、農学だけではなくてですね、数学、科学、生物学から歴史学、そして経済学に至るまで多様な基礎教育が、これ全て英語によって行われておりました。以来本学はリベラルアーツ教育を通しまして4つの基本理念を培ってまいりました。すなわち未踏の学問領域を探求するフロンティア精神、国際人としての素養を身につけ多様性を尊重する国際性の寛容、人間形成の基盤を培う全人教育、そして得られた成果を社会に還元する実学の重視、この4つであります。本学はこの基本理念のもとに、北海道の広大な土地における唯一の総合大学として発展いたしまして、他に類を見ない個性を形成しながら世界の最先端をリードする複数の卓越研究を行うとともに、多様な課題解決を目指す社会展開力を培ってまいりました。このように本学は他に類を見ない比類なき大学
という明確なアイデンティティを持っております。しかし考えてみますと、我々を取り囲む社会環境は劇的に変化を重ねております。新型コロナウイルス感染症によるパンデミック、地球の急速な温暖化、あるいはウクライナの戦火やパレスチナガザ地区の紛争に象徴されるような世界の平和的な秩序の脅威がですね、現実化するなど世界的な課題が日々生まれてきてございます。まさに先の見えないこのボラタイルな社会の中に北海道大学も存在しております。こうした情勢の中ですね、北海道大学はさらなる飛躍を実現し、社会的インパクトを創出する大学であり続け、社会と世界にとってなくてはならない存在であり続けるための成長戦略としてですね、昨年私たちは2030年に向けた新たなビジョン、HU ビジョン2030を発表しております。このビジョンではですね、大学イノベーションを構成する2つの要素として、1つは教育研究の卓越性、エクサレンス、そしてもう1つはその教育研究を社会に広げ、多様な課題を解決する社会展開力、エクステンション、2つ目ですね、これを明確にして、社会とともに目指す共通の目標として、持続可能なウェルビーイング社会の実現、これを挙げました。その上でこれを実現するための仕組みとして、北海道大学が目指す新しい日本型の大学モデル、すなわちノーブルジャパンユニバーシティモデルを提示しております。今回の債券発行では、調達する資金はこの HU ビジョン2030の実現に向けた象徴的な競争空間の整備、これに充当する予定であります。この新たな競争拠点では、北海道大学のポテンシャルを最大限発揮するために、学生や教職員、地域や産業界といったあらゆるプレイヤーが競争するイノベーションコモンズを整備することに加えまして、そこで繰り広げられる多様な交流や異文化融合、社会とのコラボレーションを促すために、これまで学内に点在してきた高度専門人材の集結、あるいは専属コーディネーターの配置といったガバナンスの強化も構想しております。これにより従来の大学関係者だけではなく、社会の多様なステークホルダーの皆様と共に競争しながら、本学のさらなる成長と社会課題の解決を加速度的に進めてまいります。 Be Ambitious の精神を胸に、北海道の豊かな自然とともに挑戦を続ける本学の取り組みに対して、ぜひ深いご理解をいただき、今後も温かなご支援をいただきますように、お願い申し上げます。